いやー、やっほー、こんにちはー。はい、ってことで今日は大好きなストラトのご紹介で、はい、そうです、ストラトキャスターで今日は20th century boy、 はい、T-Rex の名曲ですけど、はい、それを即興スペシャルバンドで、はい、即興でやらせてもらいました。そうしたんですけど、はいはい、まあ、その前にちょっとギターのこれすげーいいんすよっていうところぜひ紹介してもらおうかなと思うんで、どうぞ、はい、ありがとうございます。まずはですね、もうこれ見た目なんですよ。まあ、よく見るストラトキャスターなんですけども、結構他のサンバーストと比べてもすごい色あせてて、まあ、ヴィンテージ感もあるんですよね。あと、ペグがですね、結構最近のストラトキャスターだと、ロトマチックのものとかがすごい多いんですけども、なんかクルーソンタイプで、まあ、ここもちょっとヴィンテージ意識してるなっていう感じですね。使われてるネックの木材だとかがちょっと珍しいヘリテージウッドだったり、そういったところも含めて、他のストラトキャスターとは類に見ない一品です。なんかテンポ早いです。めっちゃ早口になっちゃいました。緊張してテンポ早い。じゃあちょっと紹介してよ、紹介してよ、はい、パーツとかも全部アイボリーっぽい感じで、そうなんですよね、ヴィンテージ色が強く出てる感じになってるね。とここにもヘリテージウッドって書いてあるんだけど、このメイプルの木材のこと言ってるんですけど、どういう木なんだったっけこれ。すごい昔の木をサルベージして使えるようにした板です。ヘリテージウッドっていうのは海の底の海底に深い伐採した木が沈めてあって、引き上げてさらにまた乾燥を進めて丸い板を作るっていう木なんですね。めちゃくちゃ白いです。ただ初めの見つけ方になると、なるほど、を再現できているのと、もともと高さになってで、説によると固定に進んでいる間の乾燥していたりとか、そういったもので純物が出ていったりとか、そういうのもあって、それを伐採してすぐに乾燥させるっていうよりはもっともっといい状態になっているっていうことらしい。それも含めたらめっちゃいいギターじゃないですか。最高、素敵ね。あと、コーティングがすごいよね。ツヤがあるのはもちろんなんだけど、わざとヴィンテージ感を出すために、なんて言ったらいいのかな、ボコボコしてる。木目がなんかもう出てるんですよね。綺麗やな。綺麗。綺麗やわ。はい。しかもあれですよね、塗装が、結構最近のギターだとポリ塗装が多いらしいんですけど、これラッカー塗装なんで、これ塗装薄いんですよ。なんでやっぱ弾いた時とか音抜けがいいというか、他のやつと弾き比べてもヴィンテージ意識してるなっていうのは、さすがだね、ヒストリー。さすがはヒストリーです。っていうことで、じゃあ20th century、そうですね、20th century20th century を即興スペシャルバンドで即興スペシャルバンドでちょっとやってみたので、はい、見てもらいましょうか。そうしましょう。 VTR スタート。イエイ。あっ、はい、どうだったんですかね。まあ結構編集自体はそこそこ頑張ったんですけど、うん、今回は静止カメラだけだったんで、はい、いろいろちょっと面白くなればなっていう感じだったんですけど、何よりドラムの人、はい、人ではない、ドラムの獣、まあ哺乳類、うん、馬がね、なかなかいい動きをしてたんじゃないですかね、はい、初め二人でやろうと思ったんだけど、はい、誘ってみたら店長がね、ベースをやってくれるって言って、はい、画面内には入ってないんですけど、後ろに支えてくれてるんですよね。
急遽入ってね。あれはありがたかったっすね。うん、ものすごいやっぱパワーが出るよね、うん、やっぱ厚み増しましたね。増し増しでも増し増しでやっぱギターとドラムだけでちょっと薄っぺらかったですねそうだね、はい、そうね、うん、本当合わせるの3回ぐらい。そうっすね。しか合わせてないんだけど、はい、とりあえず聴ける状態でね、面白かったですね、はい、面白かったですね。20th Century Boy を歌ってる T-Rex さんってバンドなんですけど、うんうん、使ってるギターレスポールとかなんですよ。ああ、はい、なんか逆にそれをまたストラトで弾く、シングルコイルで弾くっていうのが面白いかなっていう感じで、まあね、そんな感じでとりあえず聴いてもらいましたけど、これからも面白いことがあればいいなと思ってるんで、まあ、またバンドもできればいいね。そうですね、バンドもまたいろいろとやっていきたいですね、はい、あのバンドには俺参加してないんだけどね。ああ、そうですね、はい、あでもあの後取りで入れとかちょっとそうですね、させてもらったんで、はい、僕のガラガラ声を聞いてもらえればいいかなと思います。いいハスキーボイスでしたねいや、まあこの後ね、エンディングで NG シーンを出そうかなと思ってるんで、最後はね、お見逃しなくお見逃しなくそれではまた、どうもさよならごめん、俺も大奥にやられる。最高。超何？すいません、間違えました。ごめん、俺も間違え、もう最後やっぱ最高なの、大奥。もう超最高、そのやつは。ありがとうございます。いやー、面白い。何？うざい。面白いの？間違うのよ、さけんし。違ってここに。もうこれラストテイクにしねえと、もう持たねえよ、これもう最後。